はい、どうも。おはよう。山上でーす。山上でーす。ということで、今日はなんですけど、はい、僕の押し込み企画なんですけど、はい、今流行っているアカペラカラオケ、ね、はいはい、それをね、まあ、僕の中でそのかなりくんってすごいピッチもいいし、なんかすごい。俺、ピッチ悪いんすよ。いや、悪いよ。え、いいや。でも、僕ちょっとフラットしてるよとか、なんかレコーディングしてても、すごい精密だなって俺は思ってるんですよ、この人は。なんで、ぜひカラリー君にチャレンジしてほしいんですよ。なんで撮りましょうとかっていう話じゃなくて、どんだけ難しいかっていうことをちょっと最後レポートしてまで、検証動画って言ったんですよ。はいはい、やっていこうかなと思うんですよ。まず、音ありで点数出るかの問題ですかね。まあまあまあ、僕は本当に採点大嫌いもともと。俺もあんま好きない。俺、フェイクとかしちゃうんで。あれやるってことね。そうそうそう。同じ曲を。もちろんもちろん。同じ曲。わかりました。なんで、得意な曲ちょっと用意してもらって、こうやって言ってみましょうか、じゃあ。行ってみましょう。すいません、頑張ってみよう。検証。行ってみよう。よっしゃ。はい、ということで、まず一発目なんですけども、はい、一応得意な曲を用意してもらいました。ワンオクロックのやらがゆわっていう曲。やらがゆわ。あ、そうそうですね。そうそうそう。あれですね。そうそう。俺ちょっと最初に、ちょっとやった、遊びやったんですけど、はい、やっぱり久々に歌う曲、キーがマジでわかんない。ああ、そうだね。なんでやっぱ歌い慣れて曲じゃないと、多分なかなか点取るのに難しいんじゃないかなと思うので、この曲好きでよくね、歌ったりするんで、やろう。だからみんなどんだけ自分の家でアカペラするときとか、なんか鼻歌で歌うときとかって結構自分の好きなキーで歌っちゃってるんだよ、ね、っていうことやと思うんですね。じゃあキーがハマればね、ハマればそのままいけるんですけど、そうなんですよ、なかなか難しいと思うんで、やってみましょう。じゃあ検証動画1つ目、はい、いきます。はい、レッツラおおレッツラこれいちいちウケるな。はい、始まりがどっからか分かんないから、こういうのに持っていかれるよな。I such a whisper. ちょっと高い。I used to say wherever you are, I always make you smile. Oh, I'm always by your side. Forever right now. Ooh, oh, oh. I don't need a reason. A lot. Day after day.やばい、半音ぐらい高い、全然合わない。ちょっとね、もうこのキーで今入っちゃってるんで、やばい、戻れない。これ結構出だしで決まるよ。愛せる人、心からか心か、うん、心から愛せる人、お店を越えたらはいない。87ぐらいかな、88ぐらいかなっていうイメージ。あー、72、これで72、終始半分高かったんで、多分72.885点でございます。音ある方で、音ありでちょっとやってみていいですか。じゃあ、はい、次ミュージックアルバージョンで歌ってみようと思います。結局
電話引っかかったらやばいよねっていう話。いやいや、これより電話引っかかったらあかんねん。はい、自信は、いやいいんじゃないですか。でも90いったっしょ。90度やな。やっぱでも違うよね、やっぱな。まあ全然、全然やっぱ音あると。どうだ、あら、ブラボー、 92.791 点、イエーイ、オッケー。20点差ありますよ。だからそう、どんだけ自分の音がっていうことなんでね。半音最初、あのアカペラは全部あのずれてたんで、その位置でもちょっとね、修正できなかった、アカペラは。なるほどね。はい、ということでね、検証動画、これやっぱりね、アカペラどうですか、やってみて。やっぱだから、ハマればアカペラでもその音域でいければ多分取れるんじゃないかなとは思うんですけど、アカペラですから。しかも一回もハマっちゃったら、そこにちょっと修正できるかできないです。音がないもんな。音がないから。で、やっぱリズムも分かんないから。出だしですら分かんないから。俺らの文字のテロップもさ、うん、今みたいな感じ。そうそうそう。うわーっていうのがある。結局自分で歌ってるアカペラって自分のキーなんだ。そうそうそう、そうなんですよ。だから俺はなんでか分かんないけど、もともとやればいいは高いじゃないですか。そうそう。なんですけど、その人よりやっぱ自分のキーがもうちょっと高いんですよ、自分の中で。なんかバー見てても、上行ってるんですよ。珍しいね、アカペラ。珍しい。大体なんか届かない、まあ、そうそう、届かない。フラットするもんですね。だから外れる。どんだけこう自分の耳が、だってそうですよ。だってそれだけで、うん、ね、20点違うんですかね。そうやね。ほんまに他の動画でみんな90点とか撮ってるのは、あれはすごいっすよ。いや、あれ俺練習してると思う。まあまあ、まあ、絶対絶対。今これパッとさやってこんな感じやけど、アカペラカラオケをずっと練習し続けて、その曲をずっと歌い続けたら、その点超えるみたいな。それはやっぱり、歌い続ければキーを覚えるわけ。はい、それをなんかコピーしたまんまアカペラでやるわけだから、まあまあ点は伸びるでしょうと思うね。ちょっとこれを今終わったんですけど、はいはい、今音が入ってるのでもう一回やっていいですか。じゃあ、ウェイウェイを、アカペラで今音を覚えたかったとね。はい、あ、なるほどね。で、取れたら勝ちじゃないですか。今、まあ、音を今覚えてる。はい、やりましょう。覚えてる。はい、よし。本当はびっくりしたい。どうだ。いやー、なんか、おー、なんと